パパたちの育児参画が加速する中、多くのパパたちはちょっと悩んでいました。そんなパパたちに集まってもらい、育児に対する座談会を開催しました。ホストとなったのは佐賀市。座談会では育児の困ったことや不便なことが次々と出てきました。その声を受けて佐賀市は Amazon アレクサ搭載のスマートスピーカーエコーを活用してパパの育児を手助けしようという新たな試みを始めました。はじめまして、アレクサです。モニターとなった佐賀市のパパたちはアレクサを使って育児を始めました。アレクサ、ビオログ起動して。ビオログです。どの記録をつけますか？おしっこ。おしっこを記録しました。ちょっと水に、お風呂の時間のリマインダーです。アレクサ、歯磨きくんのスキルを開いて。それでは元気に歯を磨こう。さあ、歯磨き始めるよ。はい、着替えるよ。アレクサ、今日の天気は？佐賀市の現在の天気は？アレクサ、買い物リストにトイレットペーパーを追加して。トイレットペーパーを買い物リストに追加しました。アレクサ、結んで開いて。結んで開いてを再生するよ。私も第2子が誕生した際に育休を取らせていただきましたが、とても大変であったと同時に、この時にしかできない貴重な経験でした。今回の実証実験をきっかけに、佐賀市のお父さんたちに率先して育児をしていただきたいと思いますし、子育てをしやすい佐賀市にしていきたいと思います。We're excited to be partnering with Saga City to help new parents make childcare easy. Alexa can help by answering questions, tracking your baby's progress, and can be there to help when your hands are otherwise occupied. Innovations like Alexa and Echo offer a variety of services that make our customers' daily lives more convenient and comfortable. Alexa で育児の負担は軽くなった。Alexa は育児のサポートになった。アレクサがあることで育児を楽しめた。今後の育児にもアレクサを使い続けたい。アレクサを他のパパたちにも勧めたい。パパたちの育児参画はもっと楽しく、もっとスマートになる。アレクサはこれからもパパたちの育児を応援します。